中学は群馬大学共同教育学部附属中学校から来ました、大堀には大堀に入った経緯は、片峰先生がスカウトに来てくれて、先生のその教育方針だったり、まあ、練習も見に行かせてもらったので、雰囲気も良くて先輩もいい人たちばっかりだったので、自分の将来のためにここならすごい成長できるなと思ったので大堀に来ました。得意なプレーはドライブです。自分の、まあ、他の人より長い足を生かして大きな一歩で相手を抜き去るプレーが得意です。あ、ダンクもできます。苦手なプレーはパスですかね。ちょっと周りがドライブ行った後に周りが見えてないことも多々あったので、ね、そういうところをちゃんと高校では練習したいと思ってます。誰が見ても日本一の選手って言われるような選手になりたいです。オールラウンドなプレーももちろんですし、やっぱメンタル面とか他の私生活でもそのだらけてたりとかしてしないで、ちゃんとした生活を送れる、みんなから応援されるような選手に。自分の強みであるドライブとかはすごい使えるというか、高校生相手でもすごい効いてると感じましたね。あとはシュートの部分で、そのやっぱりキックアウトだったりそのパス回しが高校生うまいので、シュートを打つタイミングだったり確率とかがすごい大事になってくるので、ね、すごい、まあ、そこはあまり、まあ、自分は決めきれてない部分が多いと思っているので、そういうところをちゃんとシューティング自主練習をして決めきりたいなと。中2の初めに、5月ぐらいに初めてダンクをすることができて、でそこからやっぱいろんなバリエーションを増やして自分のジャンプ力も上がっていったので、何回もチャレンジしダンクをチャレンジして、でもう去年初めて試合中でダンクをする成功させることができて、全国大会でもダンクを決めることができたので、すごいそこは嬉しいなと思います。大堀高校1年生の川島優斗です。まだまだ未熟ですが、日本一の選手を目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。